忘年会とはしない。すぎ、そう下に来てるのです。これはアウター、普通に。これアウターだよ。そう。見る方も心してみないと。何を？何やら。お昼に一回配信したんだよね。でもちょっと時間あったから、間に合ったから、時間あったっていうより間に合ったって感じだけど間に合ったからして、寒いね。いやもう今日はしない、今日はしないです。今日はいろいろ踊ってきたから今日もしない。夜も配信した理由、別に間に合ったからそれまでに、そのなんていう、45分過ぎてたらしないかなって思ってたけど、45分、そう思ってたけど、そう15分経たないとさ、あれじゃん、アーカイブかな、なんか残んないんでしょ確か。そうだから、そうだからしないかなって思ってたけど、それまでになんとか帰ってこられたから、ご飯はレッスンの合間になんかコロッケとパスタ、スープパスタみたいな、スープパス、スープかな、なんかそんな感じのやつ食べた。継続チケット持ってるよ、持ってるけど使ったことない、まだ1枚も。普通に6枚ぐらいかな、確かそんぐらいあるはず、わかんない、使ってないから全然わかんないけど、使ってもいいんだけど使ってない、まあ、別に今日は夜しなくてももう昼にしてたから、え別にしなくてもね、夜はしなくてもお昼にしてたから一回別に大丈夫だったけど、途切れたりすることはなかったけど、なんかあこれこれ普通に、いやロンティーです、ロンティー今日昼着てたやつ、 T シャツ、ヒートテックは着てない、ヒートテック着たらさすがにレッスンは暑い、レッスン暑すぎて無理だよ、そのヒートテックはレッスン着ていかない、すごい違う形の花火上がってた、今初めて見た、すごいありがとう、普通にヒートテック着てるレッスンは出ないや着るとしたらレッスンが終わった後とか帰りとかかな明日も夜配信の予定です、夜、明日普通に夜できる、明日もし結構長めにできそうだったらあれしようかな、皆さんファンの方にいただいたさプレゼント、まだ開封してないの、しちゃったのもあるけど何個か、あのホワイトボードの消すやつとか使っちゃったのあるけど、それ以外まだ開けてないから
ればそれを開ける配信にしようかなと思ってます。レッスンで冬でも汗かく、踊ったら普通に暑いよ普通に。この間スカパーはでも室内だからあれか、でも大体室内か、やばい、普通に寒いですよ。あ、寒いじゃないわ、寒くても、近っぱ会場、寒かった、そんな寒くなかったか、普通に踊ったら暑いよ、汗かく普通に。まあでもコンサートはでもライトとかが当たるから余計暑いっていうのもあるけど、普通にレッスンでも普通に踊ったら汗かくよレッスンでもね、普通に踊ってたら普通に、冬でもさスポーツしてたら汗かくじゃん、それと同じ感じですだから半袖なんだ。冬は半袖着ない、冬はロンティー。寒いからさ、さすがに踊る前とかが、踊った後がロンティー、秋春とかその微妙なぐらいの気温だったら半袖着たりとかもあるけど、今はね寒いので普通にロンティーです。ロンティースウェットとかも着たりするけど、スウェットあんま着ない暑いから何曲か踊ってると、少ない時はリスムとか、少ない時はスウェット着たりするけど、ロンティー、冬のレッスンは。見てて見つかった、あ、受け取れてないのもあるんですよ、なんかね、そう、誰かが持って帰っちゃったのかな、わかんない。それはもう見つかってないので、多分見つからないんだよね。わかんない、誰が持って帰っちゃったの。それ以外しか持って帰れてないので。亡くなった時にそう戻ってくる可能性低いなって思ってたけど、やっぱりね、可能性戻ってこない可能性の方が高いから、そう悲しいけど仕方ない。だからそれ以外しか持って帰れてないんですけど、それ以外を明日もしちょっと長めにできそうだったら、いつもよりちょっと今日とかで長めにできそうだったら、それを開封する配信をしたいなと思ってる。する時はね、プレゼント買った人が一番悲しい。だよね、そうだよね、ごめんね、受け取れなくて。もうね、荷物をまとめて持って帰ろうとして、そうプレゼントファンの方、またプレゼントを持って帰ろうと思ってまとめて、それが全部なくなっちゃったの、まとめたのが。そう、いつ頃に、それもわかんない、いつ頃に届いた分ですみたいな感じなの書いてないからさわかんないけど、帰って開封しようと思って楽しみにしてたのになくなっちゃって、行方不明になっちゃって悲しい。そんなこともある、初めてです初めてなくなって間違えて捨てられてはないでしょ、間違って捨てるって、だってどう考えてもさ
プレゼントの包装こう袋に包まれてあって、それを捨てるってどう考えてもないでしょ。多分っていうか方法はないと思うけどな、そんな捨てることなんて。誰かが持って帰っちゃってってことだと思うんですけど、だからこのメンバーにちゃんと、そう、マネージャーさんがね聞いてくださったんですけど出てこないそりゃそうだよねみたいな感じですけどねえ、いつか出てくると見つかるといいけど可能性は低いよねって感じ。悲しい。ふかちゃん手紙とか入ってたけどね、入ってそうなんだけどね、私の名前が書いた紙とかが、その見てなくて袋にとにかく詰めて持って帰ろうと思って、家で帰ってそれを全部読んだり、手紙読んだりとかその中に入ってるもの、お洋服とか、それは、ね、お洋服は全部詰めてたんですけど、お洋服とかは全部見てって思ってたから何が入ってたかを見てないんです楽しみにして帰ろうと思ってたので持って帰って楽しみにしてたんですけど、開けようと思って開ける前になくなっちゃった。チームメンバーなかなかプレゼント受け取れないから、こういうことが多分ね、こういうことが起きたのは初めてだと思うんだよね聞いたことないもん周りでもそんな頻繁には起きないってか初めてだよこんな。プレゼントたくさんとね、そう出れてなくて最近それが溜まっちゃってた感じかな。そうだから一気に受け取ったってことだと思います。いつ頃からとかのは分かんないんですけど、あ、55分ありがとう教えてくれて。13位から読みます。13位ゆきようさんありがとうございます。12位プッチーさんありがとうございます。11位シンさんありがとうございます。10位ピンクカメオさんありがとうございます。9位日野にゃんまるさんありがとうございます。8位まさむねさんありがとうございます。7位まぼろしさんありがとうございます。6位げんきさんありがとうございます。5位台湾よあるし今日がかわいいおやすみさんありがとうございます。次4位バトニーさんありがとうございます。3位にゃこさんありがとうございます。2位筋肉愛好家さんありがとうございます。そして1位がグランツさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。じゃあ切れるまで、配信が切れるまでします。明日は夜ね。で、時間があればちょっと長めにできそうだったら、時間があればじゃない、ちょっと長めにできそうだったらプレゼントの開封の配信をしたいと思います。ファンの方にいただいた、まだ開けてないのだから楽しみその場で開けようと思って、あの配信するときに、だから開けてないの。本当はね開けようと思ったんだけど、配信しようかなと思ったから開けないでいた袋に詰めるときにさ、どんなのかは見えちゃってるんだけど、でも開けてはない。ちょっと長めにできそうだったらね、できそうになければまたちょっとまた今度します長めにできそうだったら開けるね、できそうになければ
また時間があるときに。という感じで、で明日は夜配信。そう、ありがたいことに結構そんな結構でもないけどね、そんな耐えろみたいな感じでいただいたので、それ開けると時間がありそうだったら全部開けれる。夜って何、そうだな、何時わかんないんだよね、何時から。でも開封するとしたら10時からしたいなって感じ。って感じです。いつも通りの時間帯かな、いつも夜するって23時遅くなっちゃったら23時頃になっちゃうか、そういう感じ。あ、もうちょっとあと1分で切れちゃう、早っ。明日は掃除する。掃除。やばい、切れちゃうの。じゃあ明日は夜ね。で時間があったら、長めにできそうだったら皆さんからいただいたファンの方にいただいたプレゼントを開封するね。って感じで。そう、ちょっと いつもぐらいの時間になっちゃいそうだったら。また今度回復の配信をします。なのでじゃあありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい、また明日、おやすみ。